大根草は、バラ科大根草属の多年草。植物体全体に荒い毛が治留する。茎は直立し、高さは25から60センチメートルになり、上部はまばらに分子し、分子は長い。根室用は、右上腹用で、長さは10から20センチメートルになり、板垣小用は、特に大きく、長さ3から6センチメートルになる円形から、高卵形で、多くは三列し、 縁には低い巨子があり、側商用は小さく、一から二ついあり、小さな付属商用片が混じる。茎につく葉は、下部のものは三進列し、上部につくものには切れ込みがない。木部に小さな卓葉があり、縁に荒い死がある。下期は7から8月。まばらに分子した茎先に、計約15ミリメートルになる、黄色の花をつける。小花柄に短い毛が密生する。 花弁は5個で平ら開けし、学列編は5個で花時に下向きに反り返り、副学編5個は学編と補正する。雄水と雌しべは多数ある。集合花は計15ミリメートルになる休憩で、痩せ花は防水型となり、先が S 字状に曲がる。日本では北海道南部、本州、四国、九州に分布し、丘陵地、山地の林へ。 谷川のヘリなどに生育する。世界では中国大陸中部にかけて分布する。和名大根草は大根草のいで根室用の小葉が大小交互してつく様子が油中の大根の葉に似ていることからつけられた。ありがとうございます。